お母さん、そんなこと気にしないで。僕たちはお母さんと暮らすことは全然迷惑だなんて思ってませんから。夫と私がそう言ったので、母はありがとうと言って私たちの家に来てくれることになった。ただここで少々問題が。一緒に住むとは言ったものの、私と夫の家は 1DK のアパート。3人で暮らすには狭いのだ。せっかくだからもう少し広い部屋に引っ越そうか。そうだね、その方がいいかもしれない。すると母が、それなら提案があるんだけどと言って驚きの発言をした。どうせなら私が持っているタワマンで暮らさない？私の名前はのぞみ、28歳の会社員。私は3年前に職場の先輩であるマサトと結婚してアパートで2人で暮らしている。一時期は私の実家で両親と4人で暮らしていたのだが、1年前に兄夫婦が突然実家で暮らすと言い出して引っ越してきた。そして私たち夫婦は邪魔だと言われて、兄夫婦は私と夫を追い出したのだ。5歳年上の兄であるアキラは昔から自己中心的で自分さえ良ければいいという性格。結婚してからはその身勝手さに磨きがかかったように感じる。きっと兄嫁の影響だろう。兄嫁も兄嫁でわがままな性格な人で、兄とそっくりだ。似た者同士は惹かれ合うのだなと思いながら、厄介な2人が一緒にいる面倒くささも感じた。実家は私が生まれ育った場所だし、祖父から受け継いだ家は広いお屋敷で、土地も広いので一緒に暮らしても狭くは感じないはず。納得がいかなかった私は兄に抗議したのだが、対立している状態で一緒に住んでもご両親に迷惑がかかると夫に言われて、私たちは実家を出ることに。父はその頃がんが見つかり、余命があと1年と言われていた。だから私は父と最後の時を一緒に過ごしたかったのに、兄夫婦によって邪魔されたのだ。定期的に実家に顔を出すと、何しに来たんだよとか、なんでそんなに頻繁に来るのよなどと兄夫婦に嫌味を言われる。私が会いに来ているのはあんたたちじゃなくて両親よと思いながらも適当に流していた。それからあっという間に時が流れて、父は入院することに。実家ではなく病院に行く機会が増えたが、病室には兄夫婦がいないので、逆にこっちの方がストレスなくゆったりとした時間を過ごすことができた。だが余命が延びることはなく、父はつい1ヶ月前に息を引き取った。私以上に母は辛いだろうに、悲しみも冷めやらぬ中、あんなひどいことを兄がしでかすなんて、本当に身内なんだろうかと呆れてしまうほど自分の兄のことが恥ずかしくなった。もしもし、一体何よ、電話なんかしてきて。父の葬儀の後、兄から珍しく電話が来た。私は嫌な予感がしたのだが、それは見事に的中。母さんを今から迎えに来い。え、どういうこと？今日から俺と嫁が2人でこの家に住む。貧乏人の母さんなんていらないんだよ。生活費が増えるだけだしな。ちょっと、何そんなひどいこと言ってるのよ。あの家はお母さんのなんだからね。お兄ちゃんの好き勝手はできないわよ。なんだお前、兄である俺に逆らう気か。今まで兄らしいことを何にもしてこなかったくせに、こういう時だけ都合よく兄貴面しないで。うるせえな。とにかく母さんは今すぐこの家から追い出す。さっさと迎えに来い。え、ちょっと。そう言って兄は電話を切った。まさか本当にお母さんを、いや、あの兄夫婦ならやりかねない。私は慌てて身支度を始めた。休日だったので夫が不思議そうに訪ねてきた。あれ、出かけるの？私は夫に事情を説明。夫は話を聞いて焦り、すぐに俺も準備するよと言って車を出してくれた。
そして数十分かけて実家に到着。すると母は小さなスーツケースを持って玄関前に座っていた。お母さん。ああ、のぞみ、来てくれたんだね。家を追い出されたって本当？うん、有無を言わさずって感じだったよ。私は頭に血が上り、気がついたら家の中に入って兄を探していた。兄はソファーに寝転がりながらテレビを見ていた。私はテレビの前に立ち、兄を睨みつけた。ちょっと、どういうことよ。お母さんを追い出したなんて。私がまさか家の中にいると思わなかったのか、兄は驚いている。は、お前、なんでこの家にいるんだよ。私の実家でもあるんだから、鍵を持ってるに決まってるじゃない。私がそう言うと、兄は舌打ちをして、そうだった、と嫌そうに言った。鍵は買えねえとな。そんなことより、なんでお母さんを追い出すなんてひどいことするのよ。私が問い詰めると兄は面倒くさそうに答えた。あんな貧乏を家に置いたって何のメリットもねえからだよ。どういうこと？すると兄は驚きの事実を話した。なんと父には借金があり、それは母が相続した遺産でほとんど支払ったそうなのだ。だから母の手元にはほとんどお金が残っておらず、兄夫婦にとってはいらない存在なんだとか。父がそんなに借金をしていることを私は知らなかった。私は、でもこの家は残ってるんだから、お母さんにはここに住む権利があるでしょ、と言った。だが兄はさらに驚きの事実を話したのだ。お前は知らないかもしれないけどな、この家は俺が相続してるんだよ。え、父がそんなことをするとは思えない。私は兄が嘘をついていると思った。しかし兄は不敵な笑みを浮かべながら、立ち上がり引き出しを開けた。これがその証拠だよ。家の名義は俺だし、土地の権利書もある。私はその書類を見て愕然とした。その書類は兄が適当に偽造したものとかではなく、明らかに公式のものだったからだ。そんな、どうして？親父は俺が生きている時にこの家を譲ってくれたんだ。お父さんがそんなことするわけないじゃない。何とでも言え。だが現実はこの家は俺のもので、お前と母さんは貧乏人だ。貧乏人は仲間同士で傷の舐め合いでもしてればいいんだよ。とんでもないほど最低な発言をする兄。母を車に待機させていてよかった。兄のこんな発言を聞かせたくない。お父さん、どうして？母さんに残すのは嫌だったんだろう。普段からあまり関心を寄せてこない俺の方が信用できたってことなんじゃないか。私がショックを受けていると、兄はさらにニヤニヤしながらこう言った。ちなみにお前には何にも遺産は残してないみたいだぞ。え？まあ、もともと借金をするような人だから当然か。だから可愛い長男の俺にはこの家をくれたってことだろうよ。そう言って高笑いをする兄。兄嫁も汚い笑い声を上げていた。分かったらさっさとここから出て行け。兄は無理やりに私の腕をつかむと玄関まで引っ張った。俺の家に勝手に入ってくるのは不法侵入だ。これ以上居座るなら警察を呼ぶからな。そう言って私を追い出した兄。仕方なく実家を出て私は車に乗り込んだ。軽く腕を押さえながら車に乗り込む私を見て、心配する夫と母。のぞみ、何かあったのか？私が落ち込んだ様子なのも気になったのだろう。私は兄から聞かされた話を二人に話した。夫はびっくりしていたが、母はこのことを知っているのか悲しそうにしている。お母さん、知ってたの？うん、追い出されるときにね。そうだったんだ。ありえない。
なんでお兄ちゃんなんかに。私は父が私や母ではなく兄を優遇していたことがショックだった。そのことに気を取られていると夫が私に話しかけた。気持ちはわかるけど、まずはお母さんのことを話し合わないと。そうだった。何よりも優先するべきは母のことだ。私はとりあえずはビジネスホテルにでも泊まって、それからアパートを探すわよ。何言ってるの、そんなのダメよ。そうですよ、一人で暮らすなら僕たちと一緒に暮らしましょう。夫が率先してそう言ってくれて嬉しかった。でもご迷惑をかけてしまうわ。お母さん、そんなこと気にしないで。僕たちはお母さんと暮らすことは全然迷惑だなんて思ってませんから。夫と私がそう言ったので母はありがとうと言って私たちの家に来てくれることになった。ただここで少々問題が。一緒に住むとは言ったものの、私と夫の家は 1DK のアパート。3人で暮らすには狭いのだ。もともと家を買うつもりで賃貸アパート暮らしをしていたのだが、まだ私たちには家を買う余裕はなかった。母の荷物を置いた後、私は夫に相談をした。せっかくだからもう少し広い部屋に引っ越そうか。そうだね、その方がいいかもしれない。母の部屋がないのはかわいそうだし、 3LDK くらいの賃貸に住もうと私たちは決めた。すると母が、それなら提案があるんだけどと言って驚きの発言をした。どうせなら私が持っているタワマンで暮らさない？え、私はびっくりした。夫も目を丸くしている。お母さん、タワマンってどういうこと？私がそう問いかけると、母は順を追って説明してくれた。話によると、資産家だった父方の祖父はお金がありながらもその金遣いの荒さもひどかったようで、祖母が苦労しているのを間近で見ていたらしい。祖母は嫁である母に、息子もあの人の血が流れているから、いざという時のために自分の蓄えを用意しておいた方がいいわよとアドバイスを受けていたんだとか。そして祖母の言う通り、父も豪快にお金を使う人だったようだ。そのため母はアドバイス通りに自分の資産を貯めることにしたそうだ。私たちには住んでいたあの家以外に資産はなかったからね。老後のために私は働いて得たお金を不動産投資に充てたの。なんと母はアパート経営をして不動産でお金を稼いでいたそうなのだ。そして価値が下がらないタワマンの部屋を購入し、賃貸として貸していたそうなのだ。私と夫は目が点になった。そんなの全く知らなかった。ごめんね、一度話すとお父さんとかアキラにも伝わってしまいそうで、時が来るまでは黙っていようと思ったの。そうだったんだ。もちろん私が兄に話すことはないだろうが、確かにちょっとでも誰かに話すと思いがけないところから広まってしまうという不安が出てくるのもわかる。そして母は、先月くらいに管理会社から住んでいた方が今月末で退去するという連絡が来たことも教えてくれた。来月には引っ越せるから、もしのぞみさんとまさとさんがよければどうかしら。まさかの提案に驚いたが、これはとてもありがたいことだ。しかも駅から歩いて5分の場所で、間取りは 4LDK なので今よりずっと快適に暮らせる。お母さん、ありがとう。でも家賃は今のアパート代くらいしか払えないかも。何言ってるのよ、私が購入者なんだし、そんなの払わなくてもいいわよ。ダメだよ、親子でもこういうのはきちんとしないと。わかったわ。私がこうなると絶対に意見を曲げないと理解している母は優しく微笑み、そう言った。それからは引っ越しの準備でやることが山ほどあった。あっという間に1ヶ月が過ぎ、私たちはタワマンで新しい生活をスタートした。そしてそれから2ヶ月ほどが経った時のこと。
私は近くのスーパーに買い物に行き、家に帰ろうと歩いていた。するといきなり後ろから声をかけられた。あれ、のぞみじゃねえか。その声に嫌悪感を覚えた私は、振り返ってさらに嫌な気分になった。そこには兄夫婦がいたのだ。あれから母さんを引き取って貧乏な暮らしでもしてるのか。兄がバカにするように言ってきた。そして兄嫁は兄に腕を絡めながら私を見下すように笑っている。お母さんと私たちは幸せに暮らしているわよ。お兄ちゃんたちには関係ないでしょ。私はそう言ってすぐに帰ろうとした。すると兄は、ちょっと待てよと言って呼び止めた。幸せにってどういうことだよ。貧乏なのに何が幸せなんだよ。見栄を張るなよ。なぜこんな絡み方をしてくるのだろうか。別にお金があるとかないとか関係なく、幸せな生活は作れるでしょ。お兄ちゃんたちはあの広い家があるんだから十分に幸せじゃない。私がそう言うと兄の顔が一瞬引きつった。そして、そう、そんなことお前に言われなくてもわかってるよ。俺たちはお前らよりも幸せな生活を送ってるからな、といきなり大声を出して怒った。なぜ怒っているのかわからなかったが、まともに相手をしてたら疲れるので、じゃあ問題ないじゃないと言って私は歩き出した。兄たちの視線を感じた気がしたが、私は気にせずに歩いていった。まったく、嫌な人たちに会ったな。そんな風に気分が落ちたが、その日は母が美味しい手料理を振る舞ってくれたのでまた気分を取り戻した。だがまさかこの時は、あんなことが起きるなんて思わなかった。翌日、私は夫と母とお出かけしようと3人でエレベーターを降り、タワマンのエントランスを出た。するとなんとエントランス前に兄夫婦がそこにいたのだ。私たちは驚いた。どうしてここにお兄ちゃんたちが。兄夫婦は私たちの姿を見つけると、鬼の形相でにらみつけながら近づいてきた。私たちは身の危険を感じた。夫は慌てて母の前に立ち、守るようにしてくれた。何の用？私は兄夫婦に聞く。どういうことだよ。なんでお前たちがタワマンに暮らしてるんだよ。関係ないでしょ、そんなの。私がそう言うと兄はぶち切れた。ふざけんな。なんでお前たちの方がいい暮らしをしてるんだよ。別にお兄ちゃんたちだって広くて立派な家に住んでるじゃない。一緒にするな。あの家に二人で暮らしてから俺たちの生活は散々なんだよ。どういうこと？私がそう聞くと、兄は現在の兄夫婦の状況を説明した。話によると、あの家の光熱費がすごく高いらしい。夏の間に冷房をつけていただけなのに、電気代の請求が5万も来たんだそうだ。だが何ら不思議ではない。実家は昔ながらの日本家屋で8部屋以上もあるので、光熱費が高いことくらいは当然。それに兄夫婦は何でもかんでも贅沢に使うので、冷房も朝から晩まで入れっぱなしだったのだろう。電気代だけで5万は高すぎるが、兄夫婦なら納得だ。それくらい予想できたことでしょ。だって今までは私が光熱費を払ってたものね。母が前に出てきてそう言った。アキラは家に一銭も入れなかったもんね。あの家での生活費とか維持費などがどれくらいかかるかなんて知らないものね。ちなみにあの家の固定資産税が年間で50万もかかるって知ってたかしら。え、母の問いかけに目を見開く兄。どうやら知らなかったようだな。まったく、呆れるな。なんであんな古い家にそんなにかかるんだよ。そんな金なんて俺たちにはないぞ。顔を青くする兄夫婦。私は追い打ちをかけることにした。そういえば、
亡くなった後で相続するよりも生前贈与の方が税金かかるらしいから、この後も大変だね。え、嘘だろ。やっぱり知らなかったんだな。兄夫婦の顔から血の気が引いた。そして何を思ったのか、感情のぶつけ先を私にしてきた。おい、お前本当は全部知ってて俺のことをバカにしてたんだろ。そして自分たちだけは優雅にタワマンってか。ふざけるな。お前は俺の妹なんだから、そのタワマンの家を俺たちに渡せ。そうよ、あんたたちには似合わないわよ、こんな立派なマンション。なんと身勝手な物言いだろうか。私が呆れていると母が再び口を開いた。このタワマンの家は私が所有しているものよ。え？兄夫婦は母の発言に目を丸くしている。どういうことだよ。アキラに追い出されたから、もともと持っていたこの家にのぞみとマサトさんと暮らし始めただけよ。母がそう言うと兄は手のひら返しで態度を変えた。なんだそうだったの。いや、まさか母さんがこんな立派な家を持っているなんてびっくりしたな。本当にそうね。でもさすがお母さんだわ。やっぱりすごい人だったのね。なあ母さん、俺たちとまた一緒に暮らそうよ。今度はこっちのタワマンで。私がまた家事を頑張りますから。私も夫も呆れて物も言えなかった。よく恥ずかしげもなくそんな発言ができるな。だが母は全く相手にしなかった。あんたたちは私を捨てたじゃないか。どうしてまた一緒に住めると思ってるんだい。それにお父さんが残してくれた家があるだろう。名義はあんたのものなんだから、ちゃんと責任を持ってあなたたちが管理しなさい。とにかく私はもうあんたたちの面倒は見ないと決めたんだよ。それは絶縁宣言ととっていいものだった。兄は母から面と向かってそう言われて顔を真っ赤にして怒った。ふざけんなよ。こっちが下手に出てりゃ調子に乗りやがって。今にも暴れ出しそうな兄。夫が母の前に立って守ってくれたので、私は急いでエントランスに戻り管理人さんのところへ行った。すいません。ここの入居者じゃない人が暴れ出しそうです。すぐに警備員を呼んでください。そう言うと管理人さんは24時間体制でマンションにいる警備員さんを呼んでくれた。すると屈強な警備員さんが2人やってきて兄を捕らえた。なんだよ。話せよ。取り押さえられる兄に近づいて私は言った。今後もし私たちに近づいたらすぐに警察を呼ぶからね。身内だとかそんなの関係ないんだから。不法侵入で通報するよ。私がそう言うと兄も兄嫁も顔面蒼白状態になっていた。そして警備員にマンションの敷地外に追い出された後、逃げるように去っていった。私たちはその後車に乗り出発前に一旦落ち着くことに。その時に軽く母と話したのだが、その時の母の言葉でハッとした。私はなぜ父が兄にあの家を渡したのか理解できなかったのだ。そのことを母に言うと、私たちにあの家を相続させると、アキラが今苦労していることが私たちの身に降りかかるからよ、と言った。お金の使い方は荒い人だったけど、その辺のことはちゃんと考えてたんでしょ。それにお父さんはいつものぞみのことを大事に思っていたわよ。いつものぞみは元気にしてるかなってぼやいてたんだから。私はそこでやっと父の思いに気づいた。私たちのために家を兄に渡したのだ。父がそんな風に私のことを思ってくれてたのはとても嬉しかった。心のモヤモヤがすべて晴れた気がした。だいたい自分がガンなのに何にも面倒を見ずに、お見舞いにも来なかったアキラにお父さんがいい思いをさせるわけないでしょ。確かにそうだなって私は納得した。ちなみに兄夫婦はあの家を売ろうとしたそうなのだが、
あれだけでかくてメンテナンスが大変な日本家屋なので、購入者が全く出てこないらしい。そのため1年経った今も自分たちで住み続けているそうだ。だが生活費を支払うのでいっぱいいっぱいで、メンテナンス費にまで回らずどんどん家にガタが来ているんだとか。まあ名義は兄なので全部自己責任であり自業自得だ。一方私たちは今も相変わらず快適なタワマンで、3人仲良く幸せな生活を送っている。自分のことだけを考えて何でもかんでも好き放題やった結果、面倒な家を手に入れてしまった兄は本当にいい気味ですね。まさか主さんのお母さんがタワマンを持っていたとは思いませんでしたが、誠実に生きて家族を大事にしていた主さんが快適で幸せな生活を手に入れることができてよかったです。素敵なお母さんと優しくて頼れる旦那さんと、これからも幸せな生活を送ってくださいね。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。